よし、やっていきましょう。クレヨンじんちゃん、幼稚園から脱出するぞという、まあ、じんちゃんという完全オリジナルキャラクターの脱出ゲームですね。早速やっていきましょうか。スタートでやっていきます。あ、私は新米保育士。今日から春日部の双葉幼稚園に配属された。早速子供たちと打ち解けようとしたら、春日部防衛隊なる子供たちに教室に閉じ込められた。どうやら新しい先生にふさわしいか試されているらしい。僕が彼らの好きなものをあげて鍵をもらおう。今時の子供って怖いね。嵐を呼ぶ5歳児。完全オリジナルだわ。スタートします。あ!なんだ俺、ポーちゃんかな?多分。あ、ホーちゃんだった。惜しかったな。ホーちゃん何してんの?ホーちゃん鼻水垂らして。うん、なんもない。これなんか鍵が5種類あるけど、多分これ5人の春日部防衛隊から1つずつ鍵をもらって、で脱出するって感じなんだね。すげえなこれ。こっちのドアじゃなくてこっちのドアから出ればいいんじゃないかな。うん。はしごがあるよ。はしごは取れないと。じゃ右がちょっと、あ、これは?笠間くん。笠間くん、なんだろう、萌え萌えキュンとか好きなのかな?ね。萌えピー人形とか好きそうだよね。完全に萌えピー人形って言っちゃってますけど。あ、これは?まさおくん。おくん。なるほどね。そのおってことね。こんなとこあるけど。これなんだろう。あ、バール?バールを誰かにあげるってこと?アイテム詳細。ああ、説明があるわけじゃないんだ。これを誰かに渡すと。まさおくん。まさおくんの、で、このバールでさ、口の中突っ込んで、ほら、鍵渡せよ、おらみたいなことできないのかな。まさおくんだったら泣き叫んでね、ああみたいな感じですぐ渡しそうだけど。星が4つ。なんだろう、星が4つ。なんか関係あるのかな?花もあるし。あ、じんちゃん。じんちゃん何してんだろうね。あ、これは?ののちゃん。あ、俺、みみちゃんかなと思ったけど違かった。ののちゃんね。全然違うわ。あ、星が4つだったからこれ4ってことかな。まあ、いや、あ、これ、手が届かない。なるほどね。はしごが必要なんじゃない?さっきはしごあったよね。お、来た!ゲッツ。で、はしごで、これを、で、ここに置くんじゃない?来た!で、これ。よーし、うさぎ人形。多分これを渡せばいいんじゃないかな。来たー!ちょろいんだけど案外あっさりくれたね。これで、鍵を開けると。よし、余裕じゃないか。あと、あ、わかった。これバールで、これを開けるんじゃない?お、来た。石といえば、ほうちゃんじゃない、ほうちゃんだよね。うん。なんで俺ほうちゃんの好きなもの知ってるんだろう。いや、なんか顔からして石が好きそうな顔してるよね。完全オリジナルだし。じゃあ、開けてみます。来たー!ちょろいこいつらちょろいぞ。すぐだね。ってことを、この流れで言うと、笠間くんは多分、萌えピー人形だろうな。で、しんちゃんは、あ、じんちゃんは、なんだろう、七子お姉さん。なんかの、ギャルの写真集とかかな。花とかあるけど、星が4つ、花が3つ。だね。太陽?太陽ってなんだ?あ、ひまわりか。1、2、3、4、5、6、7、8。8か。8だから、じゃ、これが8で、星が4で、で、花が3、これでいいの?お、来た!チョコビー!あ、チョコビーはもうな、すぐわかるわな。じんちゃん。え、チョコビーじゃなかった?なんだっけ?詳細。あ、チョコビーだ。これは名前変えなくていいんだ。じんちゃん、チョコビーだよ、大好きな。来たー!あ、じんちゃん、もうちょっとなんか癖があるかなと思ったけど、こんなに簡単に渡してくれるんだね。あとはなんだろう。これで他に見つけられそうな人形もないしね。笠間くん、ここにアイテムある？こっち側、上側も見られるってことは、こっち側の上とかも見られる？見られないか。こっち側も無理。多分ここ開けなきゃいけないんだね。ここどうやって開けるんだろう。バールで開けらんないかな。ダメか。はしごを取った。あ、はしごを別の場所で使うとか。ここでダメか。じゃ、バールでカスカマックを殴るとか。ダメね。じゃ、どっかにあると思うんだけど、他に。あ!鍵があったよ。なんでこんなところに?全然見えなかったわ。今、どこを俺クリックした?ねねちゃんのここら辺クリックした。あ、これは気づかないわな。じゃ、この鍵を、これは多分脱出の鍵じゃなくて、ここの鍵じゃない?お、来た!え、あはは来た萌えピー人形これも名前変えないんだ。じゃあ俺、笠間くん。はい、どうぞ。萌えピー人形だよ。君の大好きな。デューフデューフって言うんでしょ?萌えピーいいのみんなの前でやっちゃって。よし最後は、なんだ、おむすびクソ野郎だけか。これで、鍵を。よし、開けた。おむすびクソ野郎。他にと比べるところ。さっきみたいになんか唐突に出てきそうなんで、いろいろクリックしてみようか。
そのうち出てくるんじゃないか。しんちゃんの股あたりとかさ、この机の下、あ、来た。余裕。どうぞ。はい、君の大好きな写真だよ。愛ちゃん写真。愛ちゃん、愛ちゃんとしん、じんちゃんは結ばれるんですかね。てか愛ちゃんは名前変えないんだね。オッケー、これでここからテスト。きたー。結構簡単だったね。これで生徒たちに認められて、私は新米教師として嵐を呼ぶ風雲児たちと、風雲児じゃねえよ子供たちと過ごしていくわけですね。ありがとうございます。終わらない5歳児。よし、はい、じゃあ今日はこれで終わりたいと思います。難易度的にはめちゃめちゃ簡単だったね。サクサクできました。ありがとうございました。それではバイバーイ。